しております。こちらの徳島屈指のね観光名所でございます。はい、別名ね鳴門山展望台でございます。はい、こちらね鳴門大橋からのね景色をね見たいなと思ってねやってきました。風がねとても強いので、景色こんなんですよっていうのを見せれたらなと思います。では一回やっていきたいと思います。バシャバシャ、走ってても少しね、煽られるくらいです、本当に。まれに、もうちょい上登ってみましょう。渦潮の道。そうですね、渦潮の道というのと、鳴門山展望台というのがあるので、まずは、鳴門山展望台の方から登りたいと思います。よし、ね、徳島といえば、鳴門の渦潮ですよね。で今日ね本当に強いんでね、風がね、遊覧船見たか、遊覧船でね渦潮すっごい見たかったんですよね。海大好きやけんね。いやーこれ見せれなくて本当残念ですね。さすがにねこんなね風強い日に船出せませんのでね、たぶんしけてるとしけてますから、ね、はい、また登ります。さあ、鳴門山展望台どれぐらい見晴らしがいいのか。よいしょ。おい、勘弁してくれよ勘弁してくれまだ登るんかよ。長い、もういいよ長いよ。これが150メートル続くんですよ。よれてくるわ。やべえ。これ、夏場ね、夏場登られる方、水分補給、お願いします。はい。お、登り切ったかな？よいしょ。着いた。おー。誰もいない。みんなが、あっちの潮、渦潮の道っていうところ行ってるんですね。はい。めっちゃ疲れた。もう階段はいいよ。ね、お遍路さん、やってるとね、お寺参り行って全部階段なんですよ、ほとんどが。本当に疲れる、本当にやばい。いやー、まあ、それがお遍路さんなんですけどね。はい、あ。はい、こういうね、鳴門公園のね、案内マップがございます。そして、その鳴門大橋の景色までカウントダウン、5、4、3、2、1。
どうですか。ごめんなさい、ちなみに鳴門橋じゃなくて大鳴門橋、鳴門橋か、はい、だそうです。自分鳴門橋って言ってるんですが、うわあ、ほんとやっば、見えますあれ、あれ渦潮、本当に渦潮で風が強い日でも渦潮になるんですね。すごいなねえ。まあね、今なんか魚が橋の下で跳ねたような感じも。あ、船行きますね。船見ましょうか。今ね、船ね、今いますからね、ここ。これ、船、アクセル入れなくても勝手に流れちゃいますもんね。船早っね、瀬戸内海とかね、今治の来島海峡もそうなんですけど、わりかしね、船の通過ってゆっくりなんですよ、わりかしね、本当に。まあ、動画上げてるんでね、ご視聴してる、フォロワー様はね、存じてるかと思うんですけど、こんなに早く通過しないっす。やっば早っ。いやー、すげーな。この、まあね、この大鳴門橋って言うんですけど、それ、やっぱ渦巻くのは、やっぱりあれですよね。ストラクチャー、まあ、橋の、基礎の部分ですよね。あそこで一回、左から右に流れる潮の流れが、あそこで一回、反転流をね、起こすんでしょうね。だから結局、なんて言えばいいんでしょうね。柱に対して、こう左右から流れているのが合流してくる。多分そこでね、やっぱり渦潮ができるっていうのかもしれませんね。はい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 。まあ、あくまでもね、自分もこの地域の人じゃないもんで、ね、推測でしかなんないんですけど、まあ、潮の流れを見ると、まあ、そういう感じなのかなっていう考えはできるかなっていう感じです。はい。ちょっとね、潮ちょっと拡大しましょうか、あそこのね。ちょっとが、見づらいと思うんですけれども、まあ、こんな感じなんですっていうのをね、見てもらえると嬉しいです。ちょっと画質悪いかな。ごめんなさいね。もうちょい。こんなもんか。はい。いや、こんなに潮が速いと思わなかったですね。いかがでしたでしょうか。これが、鳴門山。展望台か。はい。いやー、すごい。まあ、あとね、おいおい、まあ、また撮影したいと思いますので、また、こっから降りて、300メートル、150メートル登ってきたんで、450メートル先の、潮、渦潮の道、渦の道、潮の、渦潮の道っていうところね、見てみたいと思いますので、こちらはね、これで動画締めますけれども、第1部としてね、この動画締めさせていただきますので、続きのね、第2部も見て、いただけると、大変嬉しいです。はい。では、鳴門山展望台からの、この大鳴門橋をバックに、この動画を締めたいと思います。では、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 全体が入ればいいんですけど、
では、この動画締めたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。第2部もよろしくお願いします。